河野デジタル大臣は昨夜の麻生副総裁との会談に関連し秋の自民党総裁選への出馬意欲を問われ面白い小説だとはぐらかしました。一部報道で昨日総裁選への出馬を麻生さんに伝えられたというのが出てます。誰が？河野さんが。そうなの？どの河野さん？面白い小説だと思います。河野氏は昨夜都内で麻生副総裁と会食し関係者によりますと総裁選出馬への意欲を示したとみられます。河野氏は3年前の総裁選で岸田総理に敗れて以降所属する麻生派トップの麻生氏との関係構築に力を注いできました。一方で麻生氏と距離のある菅前総理が総裁選に出るなら麻生派を出るべきだとの意向を示すなど対応を迫られてきました。岸田批判が相次ぐ中麻生派の一部などから立候補の期待が示され関係者もここで麻生さんに明確に言わないと選択肢から外れるとの意見も出ています。河野氏は党内情勢を踏まえ今後判断する見通しです。